はい、かわいい。かわいい。そして、ここで大暴れしてるのは誰だ？どこ行った？あ、まだ下にある。そしてここでは三角まきびしなんとかおもちゃ大好評。北海道室蘭の姫組さん提供。ちょうど小さい子にぴったり合うサイズなのかもしれないね。みんな。あと三角なので動きがね、シオン君越しのジャンポン、霜降りのベッドでシオン君はくつろいでいます。昨日は自由時間、長期自由時間はずっと、棚の上の段ボールの中にいましたが、今日はジャン君ポンちゃんのすぐ横にいることに決めたようです。はい、ジャン君ポンちゃんは2人ともいつも通り仲良しです。まあもうちょっと飽きれもしないぐらい普通になりましたね。いいね、かわいいね。ポンちゃんとジャン君が使っているオレンジの方がシオン君が使っているシモフルより小さいんですけどね。なんか気に入って入ってるね、二人ともね。で、ヒョン君はここで、ヒョン君、ヒョン君おしっぽ長い、ヒョン君おしっぽ長い、長い長い長いおしっぽです。
気に入ってるもんね。お気に入りだもんね。ジャン君じゃない、シオン君くつろいでるね。意外とちゃんと起きてる。そうなの？もうくつろいでるを超えています。起きてるね。起きててそれなの？かわいいです。チャコさん、ジャン君、そしてポンちゃん、そしてシオン君、シオン君、あんずちゃん、あんずちゃんかわいい、お子ちゃま、はい、あ、落ちる落ちる、お子ちゃま危ないよ、はい、どうぞ、はい、ちょこにね、あら、見えちゃった、何見えなくてね、これかわいとくからね、はい、はい、どうぞ、はい、ゆっくりお食べ、はい、ゆっくりお食べ、ちょっと待ってね、はい、アンズさん、
はい。はい、あんずちゃんだぞ。はい、こっちこっち。しゅんくん覗いてるな。はい、どうぞ。はい、あんずちゃん、いい子だね。しゅんくん、しゅんくんの周りよ。ちょっと待ってね。はい、閉めるよ。ちょっと下がってくるよ。シュールの棒がいい。はい、シャンク入ったな。素早いね。ちょっと待って、ね、持ってくるね。はい、ね、2人とも肩からに。はい、お待たせ。はい、ちゃんとカリカリに食べてね。よいしょ。あ、下もお掃除しない。シャンくん、ちゃんとカリカリも食べて。なんかカタカタする。ちゃん。